F1 はどんなに速いドライバーでもそう簡単に勝つことはできず、さらにマシーンがどれだけ速くてもそれだけでは勝てないかもしれません。それは7度のワールドチャンピオンのルイス・ハミルトンやミハエル・シューマッハ、そしてアラン・プロストやアイルトン・セナといったとんでもないドライバーにも言えることです。今シーズンタイトルを争っているレッドブルとフェラーリの2チームを見てみると、それがよくわかると言えます。今回はレッドブルとフェラーリの決定的な違いを見てみましょう。今シーズンのフェラーリのルクレールは第13戦を終えた時点ですでに8度のポールポジションを獲得しています。つまり一発の速さでは誰も彼には勝てないというのがわかり、彼は念願の最速マシーンを手に入れたと言えます。しかし第13戦終了時でルクレールが勝ったのはわずかに3回だけで、逆に今シーズン3回しかポールポジションを獲得していないレッドブルのマックスはなんと計8勝を挙げ、ドライバーズランキングでトップを独走しているのです。しかしルクレールが決勝レースで速くなかったわけではなく、これまで何度もトップを快走しながらリタイアしたりズルズルと後退していき、勝利を逃してきたのです。フランスグランプリの単独スピンなどドライバーのルクレールのミスであれば彼も受け入れられるとは思いますが、そのほとんどはチーム側の戦略ミスが招いた失態と言えるのです。一方レッドブルのマックスはフェラーリのチョンボにより何度も楽々勝利を手にしており、ライバルに対する警戒緊張は緩めていないものの、今ではその対象がフェラーリからメルセデスに変わりつつあるのです。ではサマーブレイク前最後のレースとなったハンガリーグランプリの両者のレースを見ていきましょう。予選ではメルセデスのラッセルが最後の最後でスーパーラップを決め、見事に自身初のポールポジションを獲得し、フェラーリ勢はサインツが2番手、ルクレールが3番手でした。それに対しレッドブル勢はマックスが10番手、ペレスが11番手と今シーズンのワースト記録といえる失態を犯してしまいました。つまりフェラーリにとってはレッドブルとのポイント差を大きく縮めるこれとないチャンスだったのです。レースはラッセルを先頭にサインツ、ルクレールの順で進んでいきましたが、後方ではレッドブルの2台が次々と前のマシンをパスし順位を上げていました。ソフトタイヤでスタートしたラッセルに対しフェラーリの2台はミディアムタイヤを選択、3台はほぼ同じラップタイムを刻み、それぞれ1秒差をキープしたまま1回目のタイヤ交換を迎えました。まずトップのラッセルが16周目にソフトからミディアムに交換し、6番手でコースに復帰しています。この時全く同じタイミングでソフトスタートのマックスも1回目のピットを済ませミディアムに交換しています。17周目にはミディアムスタートのサインツがピットに入りミディアムに交換しています。20周目にミディアムスタートのハミルトンがピットに入りミディアムに交換しました。ルクレールは21周目に入りミディアムに変え、サインツの前の2番手でコースに復帰しています。フェラーリはこの時サインツのピットで少し時間を調整したようにも見えたので、もしかしたら意図的にルクレールを前に出そうとしていたのかもしれません。その後ルクレールは徐々にラッセルとの差を縮め、ついに DRS 圏内まで追いついていました。ここからのラッセルとルクレールのバトルは非常にハイレベルで、巧みなブロックラインを走るラッセルに対し、いろんな方法でオーバーテイクを仕掛けていたルクレールのバトルは見物でした。そして30周目に、ルクレールはようやくラッセルを捉え、ついにトップに躍り出たのです。この時点でマックスは、ルクレールから約5秒遅れの4位にまで浮上していました。このまま行けば、ルクレールは優勝を手にするはずでしたが、ここから、俺たちが発動することになるのです。37周目、トップのルクレールと4位のマックスのタイム差は約9秒近くありました。38周目、レッドブルのマックスが動き、ミディアムからミディアムに変え、コースに復帰しました。その2周目の40周目、トップのルクレールと2位のラッセルが同時に2回目のピットインを済ませ、ルクレールがハード、
ラッセルがミディアムに履き替え、コースに復帰しています。この時点で、フェラーリのルクレールの勝利は消えたと言えるのです。ルクレールがコースに戻った際、なんとマックスとのタイム差は約 2.5 秒にまで縮まっており、マックスはラッセルをアンダーカットすることに成功したのです。マックスのアウトラップの速さは異常ともいえ、ルクレールのアウトラップと比較すると、2人のタイム差がよくわかります。セクター1では、マックスが 2.4 秒速く、セクター2でも 2.5 秒、セクター3では1秒、それぞれマックスが速いことがわかります。つまり、アウトラップの1周だけで、マックスはルクレールとの差を6秒も縮めていたことになるのです。ルクレールはハード、マックスはミディアムなので、タイヤの違いはあるといえ、この6秒というのは非常に大きな6秒と言えます。これが、ワールドチャンピオンのマックスの凄さ、そして限りなくタイムロスを減らす、レッドブルのピット戦略の賜物と言えるでしょう。その後、トップのハミルトンが51周目に3回目のピットでソフトに変え、5番手でコースに復帰。この時、2位のルクレールとマックスの差は、すでに6秒以上開いていたので、明らかにハードタイヤが失敗だったことがわかります。ルクレールは、自身が苦労して攻略したラッセルに後ろにつかれ、ついに抜かれてしまいました。その後、ルクレールは最後まで持たせるはずだったハードタイヤを諦め、なんと4回目のピットでソフトに変え、6番手にまで落ちてしまったのです。最終的に、ルクレールは6位のままチェッカーを受け、10番手からスタートし、見事に優勝したマックスとのポイント差がさらに広がるという、またしても忘れ去りたいレースが一つ増えてしまったのです。フェラーリのピット戦略は、2セット目のミディアムを引っ張らずに、早々とハードに変えたこと。トップチームが履かないハードを選択した時点で、優勝を手放したと言えるのです。レース後、2位でフィニッシュしたハミルトンは、ルクレールがハードに交換したことに驚いていました。つまり、このレースで勝つには、ハードタイヤという選択肢はなかったと言えるのです。レース後、フェラーリのチーム代表である、マッティア・ビノットは強気にこう語っています。今日のマシンは、我々が期待していたようには機能しなかった。それはタイヤ戦略よりも問題だった。我々がやりたいことをする自由を与えてくれず、防御を強いられた。個人的に、このコメントを聞いた瞬間、今シーズンのフェラーリのタイトルはなくなったと感じてしまいました。つまり、10番グリッドから優勝できるレッドブルとマックスにとっては、トップを快走していても勝てないフェラーリは、もはや敵ではないのかもしれません。このまま行けば、完全にルクレールという才能は潰されかねません。いよいよ、いろんな意味で内紛が起きるかもしれませんね。皆さんは、フェラーリは再び、タイトルを獲得できるようになると思いますか？それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。